ご視聴ありがとうございます。スエチャンネルのまゆです。今回のパート3では、ウィッグキャップを作っていきます。このバーバからもらったストッキングの切ったやつ。適当に切って、とりあえず四角くなれば、OK。かぶせます。ラップで包んでゴムで結んだ後、ストッキングをよく伸ばしながらかぶせます。で、後ろ側が重要だから、後ろな。後ろにこうピーンってなるようにして、後頭部にシワが寄らないよう伸ばしながら。前がなくなるから、とりあえずゴムで。ピチッと止めた後に前部分はカットするんでシワが寄っても OK。 つか前にシワを寄せる。こう後ろはもう結構襟足まで坊主の髪型のイメージで作ります。シワがないように伸ばします。 OK。 そしたら眉の好きな栄養ドリンクの蓋にボンドを入れます。でちょびっと水を入れとります。混ぜ混ぜ。ボンドの量を多めにしとかないと意味がないです。水で溶きすぎ、あうち、水で溶きすぎて意味がなくなるんでボンド多めで。そしたらこいつにペッタラペッタラ塗っていきます。後頭部中心に。ちょっと筆が固まっとるわ。ラップをした上からしてるんでヘッドが汚れることはないです。最近はもう頭に直接ボンドを出したりしてます。3回ボンド、水で薄めたボンドを塗って乾いたやつです。眉が思うにこういう作業はあんま急がず時間かけてまったりゆっくりやった方がうまくいくかと思います。よし。でボンドがついたせいでちょっと固まっておる。えいえい。大丈夫かな。あ、いかんいかん。大丈夫か大丈夫か。ちょっとね、長いんで切ります。この頭の形になったやつだけが欲しいんだけど。うまく剥げるかな。顔の部分はいいんだが、顔から剥ごう。よいしょ。あ、すごいなんかひっついとるね。あ、まあ大丈夫。裏返っても裏返せば元に戻るんで良いです。あ、印つけるの忘れたな。本当は頭皮のちょっといらんとこ切って印つけてカットするんですけど、どうせまた被せるんでいいです。あとこのね、丸、後頭部の丸が結構印になってこと、これね、眉的には栄養ドリンクのこの瓶に刺してるんですけど、結構動くのでやっぱ動かない、ちょっと重たいものが
いいかもしれない。まあ慣れりゃ別に何でもいいんやけど。はい、もう一回かぶしたとこです。この丸をね合わせるようにすると、まあ大体でいいや、いいかなって。そしたらこの顔、ここが鼻なんで、まあ真ん中ここね、どうせ髪植えて見えんくなるんで、もう描いて大丈夫。ウェーイ。つむじこの辺か。で、ちょっとこう、もみあげの辺とかを。で、襟足。ちょっと襟足ぐしゃってん。こっちぐしゃってんね。伸ばしが足りんかったかな。まあいいでしょう。で、おでこのとこを。こう。まあある程度描いて、つか剥がすときにウィーンってなって、あれかもせん。まあ、かぶせてみて、こうか？逆かもせん。いや、でもこうやね。あ、まあ、まあ、いい感じ。もう、かぶした状態で切ります。耳んとこはいらないので、直近な。耳んとこかぶってると、耳が見えないので、もうキャップで隠れちゃうんで、切ります。ほい。顔んとこもこんな長々いらんやろ。あんま切ると、今度は生え際が、すごい見えてくる。と思うから、まあそこそこにしとく。もみあげんとこも、まあもみあげ長いキャラなんでそこまでいらんかな。はい、こんな感じでカポッとな。どうや、うまいこと言ったんじゃないか。2回目は最後までご視聴ありがとうございました。はい、次回セリアのエクステを作るよ。ダークブラウン。セリアのエクステを使います。取り出すときは。また次回の動画でお会いしましょう。